工場の目で見る管理、うちみたいに小さい工場でもできそうなことがいくつもあったな。さて、まずは何時から始めればいいんだろうか。今日もお疲れ様。リラックスしてもう一頑張り。いろいろな目で見る管理を自社の工場で取り組むときにはどのように導入していけばいいんでしょうか。目で見る管理は5段階で進めていきます。1、管理対象を決める。管理対象の決め方としては、まず管理対象となりうる箇所をすべて洗い出すところから取り掛かり、洗い出しが終わったらそれぞれに重要度と期待できる効果の点数をつけ、優先順位を決めるという流れになります。 2. 対象の異常を異常として顕在化できるよう見える化する。 3. 異常表示を工夫する。 4. 異常時の対処方法を決める。2から4はセットで考えていく必要がありますが、できるだけ単純に見える化することがポイントです。そして自分の工程だけではなく、工場全体の工程を横断的に考えて、全体最適になるように対処方法を決める必要があります。5、管理改善としての継続的な見直しを行い、改善の定着を図っていく必要があります。私なりに考えてみても、見える化する方法はいろいろありそうですね。そうですね。この見える化を継続的に見直していくことが、とっても大切なんです。目で見る管理で重要な役割である見える化は、応用範囲が広いので、現場設備や作業の改善だけでなく、書類管理表示、社員配置表示や社員のスキル育成表示、時間あたり出来高表示、社員の行き先表示、改善活動表示などにも活用できます。最後に一言だけ。これまで見てきた目で見る管理による現場の改善は、面倒くさかったり難しかったりと思われがちですが、その効果として社員の採用や定着などにも大きく貢献しますので、工場の目で見る管理にぜひ取り組んでいただきたいと思います。お疲れ様でした。